きつき駅は、大分県きつき潮技、八坂野添えにある、九州旅客鉄道日本本線の駅。事務官コードは92万518。当駅から肘駅までが単線区間である。特急は日輪、日林、日林 C ガイアとソニックのそれぞれ一部が停車する。また、大分方面からの一部普通列車が当駅で折り返す。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。待合室にはキヨスクがあったが閉店し、その後改装を行い、2015年に、日月キシ観光協会の観光案内所をオープンした。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。IC カード守護を、自動券売機、 窓口にて購入できる。改札口には赤書風の木製の門が設置されている。1965年度には、乗車人員が55万4363人、降車人員が56万1785人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は29万1136人、降車人員は30万63人である。 1>, 1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。ひつ市中心部へはだいぶ交通、国先観光バスが、路線バスを運行している。ありがとうございます。